はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、まあ、とあるものについて、まあ、ちょっと触れていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、気づいてない人もね、まあ、いるんじゃないかなということで、まあ、一応で動画にしておこうかなというところなんですが、えー、今日はですね、まあ、サムネ見ていただいたらわかるんですが、しれっと予告が来ておりまして、 ま、スーパーリーグの開催がね、予定されてますよと。で、中身に関しては、アンダー23って書いてあるので、まあ、アンダー23縛りですよね。はい、これにて開催がされます。で、エントリー期間が8日から21日までになってまして、開催が15日から22日までということでね。まあ、来、再来週かなから開催されるスーパーリーグの告知が来ておりますと。はい。で、今回アンダー23ということで、まあね、えー、ここですよね。生年月日縛りですよね。 2011, えー、ごめんなさい。2001年1月1日以降の選手が対象となりますと。うん、いうことなんですね。はい。で、レギュレーションがね、マンダー23っていうのは初めてじゃないですかね。多分、スーパーリーグね。まあ初めてだと思うんですが、じゃあこれね、じゃあ実際にデッキ組むってなると、結構大変なことが起きますよ、と。うん、いうところなんですよね。まあ一番苦労するのってどこって言われたら、まあゴールキーパーですよね。はい。<laughs> ゴールキーパー。 うん、ほぼ、ほとんどいないです。シュートセーバーもちろん、ゴールキーパー。はい。うん。ちょ、ちなみにね、じゃあ自分で組んでみましょうか。まあ、せっかくなんでね。僕がじゃあどれぐらい組めるかっていうのをちょっとね <laughs>、やってみたいと思います。ちなみにね。ちょっと僕も興味あるんでね。まあ、青年月日縛りなんで。えーっと、ちょっと待ってね。えー、青年月日ね。はい。で、えー、あ、これ青年月日で見れないのか。あ、見れるやん、下に。 まあ結構僕はね、組める可能性があるんですよ、まだね。うん。なんでなんでだ <laughs> ちょっと待って。ああ、ボタン押しちゃったからか。ちょっと待ってね。僕は結構ね、組める可能性が一応あります。これ多分坂本選手は育成したらなんとかなるかな。まあ一応入れとくか。これなんで生年月日戻んのな、何が起きてんのこれ。バグかなんか起きてない <laughs> ちょっと待って。なんでな、なんで <laughs> まあいいっすけど。まあ高い選手とかね。 なんでなんで戻るのかなちょっと待ってね。あと、松木くんとかね。松木くんこれ何やったっけスキルあ。ミドルか。じゃあトップ下とかね。これ 433B にして、ちょっと組んでいきますか。うん。あとは、えー、っと <laughs>。あんまいないと思うんだよね。多分ね。カッシーフ選手とかね。はい。 まあ、あと、ボックスに埋まってる。なんでこれいちいちどうした <laughs> こうバグなんかなこう来てないあ、細谷選手いたわ。ごめんごめん。シューター、細谷選手いました。これなんでいちいち戻んのかなまあいいでしょう。あ、山田選手ね。僕、意外と組めるんかな意外と組めるかなうん八85、藤田選手入れないといけないよね。強制的に。 これね、藤田選手残してなかった人はね、昨日ね、配信とかでチラッとね、聞いたんですけど、西川幸之助選手が去年のガーディアンで出てるんですけど、あれは、あの、アンダー23対象です。はい。まあ、実質2人ぐらいしかいないんじゃないかな。うん。っていう感じでね、キーパーのシュートセーバー持ちがまずいるかいないかめちゃくちゃ差になると思います。で、2001年やろもういなくない <laughs> ちょっと待って、佐野選手がギリダメなんだ。あー。 いなくないほぼ。ああ、平川選手とかいけるんすね。西尾選手とか、まあそうよね。<laughs> 組めません。はい。組めないよね、普通。ウィングとかいないよ、だって。うん。これ、組めないね。<laughs> ということで、まあ僕自身、まあほぼ組めません。はい。まあそうです。そりゃそうですよ。 ほぼ組めないよ。まあ、今んところディフェンスラインとまあ、CF とゴールキーパートップし、ボランチ2枚とウィング2枚がいないのか。あまあ、そんな状況です。まあ、もしかしたらちょっとせん、ちょっとね、バインダー見たら、まあ、いるかもしれないね。うん。バインダー見てさ、ちょっと待ってね。バインダーで、いや、いないね、ほぼね。ちょっと待って、ほぼいないんじゃないいや、いないよ。うん。 あ、田中聡選手とか、まあまあ、これボランチでちょっと出しとくか <laughs>。ちょっとまあまあまあ、一応ね。まあでもほぼいないですよね、もう。2001。いやー、きついね。いないですね。うん。まあほぼいないね。ということで、まあ結構ね、僕も厳しいです。まあ僕はあんまり若手選手、そんなひいきして残してる方じゃないので余計にきついっていうのはあるんですけど、まあこんな感じで組めない人結構いると思います、今回。はい。まあそれはそうなんですよ。 うん、で、これは僕が残してないという理由もあるし、まあ僕以上に持ってない人も当然いると思います。まあ僕まだ細谷選手とか育成してるんでまだマシな方だと思うんですけど、僕はね、正直ね、これ見たときこう思いましたね。あの、アンダー23の,あのスーパーリーグ全然いいと思うんですよ。ただ、<laughs> ただよ、それやるんだったら、もっと若手の限定出すべきじゃないと思うよね。うーん、なんか順番違うんじゃないかなっていう。 それこそ次の7月のもしかしたら12の時にまあ若手のシュートセーバー入れたりとかしてくるのかもしれないけど、アンダー23開催やるんだったら、アンダー23で日本代表ぐらいじゃないですか、言って限定データのって。で、あれも全体で17枚ぐらいという少ない枚数で、しかも85以上のシュートセーバーがいないっていうね。 中での開催だったとして、まあ、ほぼほぼ、まあ、プラスアルファでね、うん、まあ、それこそ J クラルキがそれぐらい長、それなり長ければ、まあ、結構持ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、これはね、ちょっとね、さすがに条件厳しいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、当然ね、これで結構いい、なんていうかな、スカッとくべるんだったら、結構チャンスだと思うんですよ、金スパとかの。だから、ある意味、まあ、チャンスはチャンスなんですけど、 やるんだったら、まあ昔あったね、スーパーノバっていう限定があったらしいんですけど、若手限定とかね。まあこれは、まあ僕が始めてから一回も見てないんでね。ということは若手限定ってほぼないんですよ。で、あとあるとしたら、まあ去年の、あのー、エクスペイ一段とかかな。まあああいうところぐらいしかないので、なんかそんなに手に入る機会ない割にこういうことをや,やると、まあちょっとユーザーさがすごすぎて、ちょっとね、納得いってない人もいるんじゃないかなっていう感じですよね。うん。 で、まあ当然これの逆もあるんですよ。オーバー30みたいなやつね。30歳以上じゃないとダメですよ。というね。やつもあったりするので。うん。まあその公平か不公平かで言ったら別にまあユーザー全員条件一緒なんで、まあ公平っちゃ公平なんでしょうけど。まあこれやるんだったらね、若手限定一発出した後とかにやってくれたらもっとなんか盛り上がるんじゃないかなっていう。で、しかも周年のあれだからね。<laughs> 周年のスーパーリーグっすよ。うん。周年のスーパーリーグなのにほとんどの人がデッキにならないとかだったら超つまんないからね。 うん。そうなりますからね。まあ、それだったらもう、なんていうかな、フリー条件とかで普通のリーグみたいにやるとか、まあ、せめてそんなにきつくない条件でやるとかね。うん。なんかそういう、なんていうかな、 のがちょっとあってもよかったんじゃないかなと思,思いましたね。で、あとは、その、一応この15日からという開催なので、7月の12日からね、フォーカスドプレイヤー第3弾が始まりますので、まあそこにね、若手選手がもっと入ってくる可能性が、まあ今回の2弾も高井選手だったり、鈴木選手だったりとかね、まあそこら辺人にバーって入ってきてるんですけど、ディフェンダーじゃはまあまあ入ってると思うんだけど、ゴールキーパーとか、まあ CF の選手とかね、 うん、こういったところは結構ピックアップされてくる可能性がありますので、まあどうしてもスーパーリーグね、組めないよという人は、まあ一応12日からの限定にそういう色気、あの、色気じゃない。色がつく可能性がありますので、はい。ぜひね、そこを、まあ補強を起点にしてみてはいかがかなと思います。まあ僕自身もちょっとざっくりしか見てないんですけど、ほぼほぼ組めないです。うん。で、あれのために多分育成とかもまあ、しないと思うので、まあなんともならないとは思うんですけど、 まあ、でも結構戦えない人いると思うんでね、意外とまあいい成績残すかもしれないですけど、まあぜひね、皆さんもね、あの、組めるだけ組んでね、まあではスーパーリーグに対して、まあどれぐらいの意気込みでいくかっていうのはあるんですけど、まあ金スパとか取れそうだったらね、育成もうなしではないんですけど、基本的にはね、やっぱそういったところまで取れないとあんまり価値ないからね、銀スパ、銅スパぐらいだったら別にイベントでもらえるんでね、金スパが、まあ一応価値が高いので、金スパを狙えるかどうかというところをね、まあ皆さんの頑張る基準に、 していただいてまあ、今回のね。どれぐらい総合力が平均かとか分かりなわからないですけど、まあ、とりあえず cf とかゴールキーパーにまあ、自信がある人はチャンスあるんじゃないかな？というところで考えてみてもいいんじゃないかなと思います。ということで。まあ今回ね。ちょっと告知してびっくりしましたけどね。組めねえよっていうね。うん。<laughs> 周年のスーパーリーグなのにちゃんと組めねえよと。とまあ、せめてタイプとか。 まあそういうやつで普通にやってくれた方がなんか良かったんじゃないかなっていう。で特にまあ多分周年仕様でなんか報酬が上手くなるとかもないんでね、おそらくね。うーん。まあ特に <laughs>、どうなんでしょうね。一応5周年記念のね、これにはなってるらしいですけど、うーん。まあこれぐらいですかね。まあ特に多分ね、まあ出てみないとわかんないですけどね。特に多分、報酬とかも変わんないんだろうからね、周年だからって言ってあんま関係ないと思うんで、まあ周年と歌う割にはね。 はい。ということで、えー、皆さんね、ぜひ、しっかりと、まあ、組める人はね、組んで頑張ってください。まあ、組めない人はね、もう仕方ないと思います。てか、組めない人の方がまあまあ多いと思うんで、まあ、それはもう気にせずに、ま、あ同スパなり銀スパなりで取れたらラッキーぐらいで、まあ、挑むことをお勧めしたいなと思います。ということで、ま、あ正直僕が言いたいことは、これをやるんだったら若手限定作れよと、正直思います。はい。まあ、僕はこれ正直見て思いましたね。これ、こんなんやるんだと思って。 と、うん、いうことで、まあ、だってバンディーラとかあるんだからね。だから、オーバー30とかはバンディーラとかあるから、まだいいんですよ。あのー、ね、まだそういう限定とかの選手残してれば、全然まあ、こういったところで活躍できる。それはいいんですよ。だから、若手の若,若手の中でも、アンダー23まで絞られると、まあ、そもそも85以上出てる選手少ないからね、やっぱね。うん。で、その少ない中で、組めるかいってね、うん、急に言われてもね、うん、そんな感じだと思います。せめて、まあ、直前に限定があるとか、今、例えば、ね、 6月の終わりから来たやつがスーパーノバだったとかね。まあ、それだったらわかりますよ。うん。まあ、さすがにこれ厳しいよね。ということで、まあ、そこのところをちょっと考えてくれたらもっとね、まあ、こういうのも盛り上がっていくんじゃないですかね。はい。ということで、じゃあ今日の動画終わります。えー、終わります。えー、ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。